後方グリーンフラッグが振られました。スーパーフォーミュラ第2戦オートポリス決勝レース、ブラックアウト今スタート、さあスムーズですね。今さあ牧野が並んだ、牧野が1コーナー先頭でターンしていく。山本もいった。さらに山本直樹も岩佐をかわしていく。さあ後ろ沢口も、おっと今ちょっとアウトがスタートになりましたが、さあ岩佐はなんとか3番手を死守できるかどうかというところ。さあセナ狙ってる。後ろから坂口も来ています。おっとこれさあ松下信春が大島のインに入っていってオーバーテイク。さあでもまだ差し返すか。ここは大島が来てるんですね。大島がさあ攻めてきています、うん、松下の方がここはディフェンス一つ1コーナーはこらえました。松下牧野が帰ってきますが、ここは入らずホームストレート通過していきます。ステイ。さあ山本入るか。入った入った。山本2番手の山本が先に動きました。リアクションさあ山本直樹は6秒4。これ山下健太選手の後ろあたりに戻るかなっていうところですね。さあ GD が入ります、はい、ピット前入ってきましてタイヤ交換スタート。さあどうだ。無限はここはいいタイヤ交換を送り出していきます。6秒6。はい、さあ坂口セナ、山下の前には出れたか。ただこれアウトラップどうだ。さあ野尻がこのまだタイヤの熱が十分ではないところ、山下健太来た。さあアウトに振る山下健太、横から一気にかわせるか、横からかぶせていく山下健太を待っていく。かっこいい。ここは見事なオーバーテイク見せました。一発で仕留めました山下健太。さあ山下健太にオーバーテイクされた野尻が行く。野尻がホームストレート横に並んだ。前に出るか。前に出ました野尻。ここは行きますね。オーバーテイクされた後すぐに差し返しました野尻。トップ走ります、牧野も合わせてきたか。さあどうだ。タイムオーバー OK。 6秒8で牧野を送り出します、はい。そして無限もしっかりと送り出していきました、はい。さあホームストレート山本が来ます。さあどうだ。山本の前、そして岩佐は大高倉氏の後ろ、はい。ここは経験豊かな山本直樹、この現状の中でさあただ一気に来た。おお抑えた。ここは締めます山本。山本直樹にスーパールーキー岩佐歩が寄っていく。さあ後ろついたぞ、後ろついた岩佐。アウトに振る。山本はイン抑える。岩佐がここで前に出るか。山本もギリギリ抑えに行こうとするが、岩佐歩がここでパス。ここはちょっと無理でしたね。懸命のディフェンスを見せてきました山本直樹ではありましたけれども、ここは岩佐に前行かれてしまいます。しかしここまでの走り見事。大島選手ちょっと膨らんだところ大島がインに入っていく。大島がここで前に出ました。後ろから白いマシンのインパレス、笹原くんインに入っていく。松下のインに入る。松下も粘る。松下もここは抑えた、こらえた。佐久本もその後ろから行くか。さあ3台のバトル、今度は笹原くん行くか。松下ハードブレーキ、これは国本笹原接触。さあ牧野です。スーパーフォーミュラ参戦6年目、去年は初優勝のチャンス、しかしながらそれがどうしても届かなかった。何度も悔しい思いをしてきました。しかしそこを乗り越えてきました。忍耐強く力強く仲間と共に待ちに待ったスーパーフォーミュラ初優勝です。長かったね。すごい、よかったね。おめでとう。すごい。第2戦オートポリス牧野忠介優勝です。2位に岩佐歩、3位に坪井翔という表彰台になりました。あ、村岡代表もついに勝った。さあ皆さん大きな拍手を送りましょう。ウィナー、シャンナー、やっと勝ってくれた。俺踊るわ。
優勝は5号車ドコモチームダンデライアンレーシング牧野忠介選手でした。見事な走りでした。2位にはポールからスタートしました岩佐歩夢、3位には追い上げてきました坪井翔という表彰台になりました。